乱走港とは、メコン川上流での中国の呼び名で、乱走港とも言われる。青海省玉樹チベット族自治州雑多県、抜き局工事下町山へしゃげさい三つ笛を水源とし、青海省、雲南省を経て、老県を境にラオスとミャンマーで呼ばれるメコン川になる。乱走港流域は、世界で最も稲作が盛んで流域の民族は、神座部仏教。 チベット仏教を信仰している。青海省での川の総延長は4 4 8トル雑多県、農県県に流れる。シ,ョートシサツミや美県、サミツグ県、暴行県を経て、雲南省徳近県の貸し追いに流入する。総延長4 6 5トルまた、水力発電所を7基建てる計画もあり、抜き局の肩や衝突、川角、約流 三つに、ハンタチ、ち、ョビ、古学に建てられるようである。雲南省のデチェンチベット族自治州、ドコーリス族自治州、大リペイ族自治州、ホサン市、リンソ総市、プーアル市、シーサンパンナ大族自治州など7の地球市、自治州を経て、老ンで、ラオス、ミャンマーに接する。雲南省での総延長は 1216km。雲南省では十五機の水力発電所の計画があり、 上流部は古水、カラス老流、里底、拓葉、高登、大花橋、苗を。下流部は、高架橋、小湾、万湾、大浅山、餅、抜き渡る、稽古、観覧、松に建設されるようである。高部源の水。2013年11月9日閲覧。国家農源極道位。高古水水探検前期工作。 2013年11月9日閲覧。農耕水有限公師、老、サッ底水工程、だて。2013年11月9日閲覧。う南光沢波水単価行政研究継げ師、会、在孔明明氏。2013年11月9日閲覧。農耕水有限公講高孔ボル大水工程、だて。2013年11月9日閲覧。 国家改めひまた各順、コーナエビ水単目。2013年11月9日閲覧。ありがとうございます。